これできるのにやんなかったんだよめののさんさ名前も売れた方がいいんじゃないですかだけどそういうふうにするとなんでそういうふうに取るのねそんなこんな言わ俺言われたくなくないんだってだって立候補してきてさ真剣にやってんのにねそんなさね考える力がないだとかさ ね、何でも言えばいいってもんじゃなくないこれだって考え訴える能力がな,な,な,ないのか、ね、物事を調査して考え訴える能力もないのか、ね、選挙を戦う覚悟のほどが知れるとかは何がねね俺全国一位取ってきてるんですけど資格取得で。 ね、東大生も差し置いて一位取ってきてるんですよねそこまで勉強してきてるんですよあなたそのコまで勉強してきたのねね朝ね何がですよね見せてよあなたの、ね、結果をね全国全国予想もし受ければどの資格試験でもね偏差値出るからね医者だって弁護士だってね税理士だって公認会計士だってねあの 不動産鑑定士だってね。んだって出るし保証法書士だって。なんか取ってきてよ。取った、取ってんだよ、人もちろんのごとく。ね。偏差値70とかいっちゃってるっしょ当然。いってんのちゃんと、ねちゃ。ちゃんと勉強してるから、ね、常識が身についてるってことですよ。常識が身についてなければ、ね、その答えは選択できないっていうのが、資格試験の。 常識なんですよわかります、ね、絶対